アーススタードリームの白色担当ゆきこと中島ゆきです。12月10日に2周年記念ライブを行うんですが、もう約1ヶ月前ということで、あと1ヶ月、本当にあっという間なんですけれども、一つ一つのライブを大切にして、当日ドリーマーの皆さんに楽しい時間をお届けできるように頑張りたいなと思いますので、皆さん一緒に楽しい時間を過ごしましょう。よろしくお願いします。待ってます。みんなヤッホー、アーススタドリームピンク担当の高尾香音です。はい、リファ有明での2周年記念ライブまであと約1ヶ月ということで、私もすごくドキドキしています。今までの遠征ライブで新しく出会った皆さんや、そしていつも応援してくださっているドリーマーさん、そして今私のこの姿を見てくれているあなた、みんながリファ有明に12月10日に集まってくれたら私たちも嬉しいし、絶対最高の日になると思うので、そんな本気の私たちにぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。バイバーイ。サキーン、アーススタードリーム黄色担当のヒカルこと小池ヒカルです。リファ有明2周年記念ライブということで、とても大きくて素敵なステージでライブをさせていただけるということで、もう本当にドキドキでとても楽しみにしております。はい、皆様に楽しんでいただけるような素敵なライブにするので、ぜひお越しください。お待ちしております。皆さんお久しぶりです。アーススタードリーム黄緑担当の新井大泉です。元気です。今受験勉強を頑張っています。久々に12月にリファに出るということで、久々なので本当に緊張しているんですけど、皆さんに会えるということでとても楽しみにしています。皆さん12月は一緒に盛り上がりましょう。ぜひ遊びに来てください。バイバーイ。アーススタードリームのリーダー担当からは赤のアーリーこと相原ありさです。はい、2周年ライブが近づいてきてとてもドキドキしています。リファ有明はとても広い会場なので、たくさんの人と一緒に盛り上がりたいと思っております。ぜひぜひお越しください。はい、2周年ライブリファ有明で私たちと最高の日を一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。バイバーイ。ワクワク。みなさんこんにちは。アーススタードリームオレンジ担当エリさんこと曽我部恵里です。はい、リファ有明2周年記念ライブまでもう間近に迫ってきました。はいね、リファ有明はアーススタードリーム史上最高のライブにしたいと思ってますし、曽我部史上ドリーマーさん史上最大のエリさんお疲れ様でしたっていう声が聞きたいので、そう言ってもらえるように曽我部が全力で頑張りたいと思いますので、皆さんぜひリファ有明来てください。よろしくお願いします。バイバイ。アーススタードリーム青担当の谷尻マリアです。はい、12月10日にリファ有明で私たちのグループ結成してから2周年をお祝いするライブがあります。ですね、もう数えられる日数になってきたんですけども、今までたくさんいろんなところに行かせていただいて、そこで出会ってきた皆さんとまたリファでもお会いできたら嬉しいなって思ってます。皆さんぜひ来てください。待ってます。魔法少女なんてもういいですから、セカンドシーズン主題歌君色に染まるアーススタードリームバージョン発売中。アーススターレコード